はい、それではね、こちらシルキーホワイトカラーのですね、ストレッチコットンの紹介になります。はい、まずね、この生地の特徴なんですけども、程よい張り感と高密度のね、綿のストレッチが特徴になります。で、見ていただくと分かるんですけども、ちょっとねサテンのようなナチュラルなね光沢感もこう楽しめるんじゃないかなと思います。触った感じはですね、やっぱりこう程よい張り感のある高密度のね、タイプの生地になっております。はい、でこれね、実はストレッチも効いてるということで、ちょっとね伸縮性を見ていきます。な感じですね。これは、弱ストレッチになりますね。そこまでこうストレッチを強調するタイプではないんですけども、少しねこう伸縮性を生かしたね、作品がねこうできるんじゃないかなと思います。はい、で厚みなんですけども、厚みはですね、イメージで言うとコットンブロードからオックスの若干ちょっとねこうそんなようなイメージのちょっと肉感が、あるようなイメージですね。で作品なんですけども、コートとかね、あとボトムスなんかがすごくね相性がいいんじゃないかなと思います。はい、でこの生地なんですけども、実はね、訳ありということでお値段が非常にお安くなってます。ちょっとね全体的にシワが生じてしまうのと、あとねちょっと耳に見ていただきたいんですけども、ちょっとこういったこういうような跡がね、ちょっと耳の付近にたまにちょっとこう出てしまうということでね、お値段がねお安くなってます。はい、なのでね、ちょっとこれをこう了承した上でですね、ちょっと妥協点として捉えていただければね、すごくね、お買い得になってますし、コストパフォーマンスのね高い記事になってますので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。はい、で最後にですね、生地幅なんですけども、これ137センチありますので、洋尺の方もね余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。コートをね今回作ってみました。こちらになります。とても、ね、エレガントな雰囲気になるコートなんですけれども、こちらにまず、ネックラインがね深めに開いたこう V ネックになっております。で深いんだけどこう緩やかな、ね、ネックラインになりますので、こう優しい、ね、雰囲気で着れるんじゃないかなと思います。でコートなのでこうボタンもあるんですけれど、閉めていただいても素敵ですし、こう開けて、ね、ラフな雰囲気で着ていただいてもコーディネート楽しめるんじゃないかなと思います。で前から見ると本当にシンプルな、ね、デザインなんですけれども、後ろに、ね、アクセントがあるんですね。こちら後ろがこんな感じになっております。で脇から小物の、ね、作ったリボンを、ね、挟み込んでおりますので、そちらを後ろに回して、結んで、ね、いただくとウエストマークできるデザインになっております。でね、ヨークの切り替えもあって、中心にタックも入っているので、結構、ね、ふんわりとボリューム感のある、ね、シルエットなんですけれども、この小物の、ね、リボンで結ぶことによってキュッと、ね、ウエストマークして着ることができるデザインになっています。ね、ドレス風のコートになっております。とても、ね、女性らしい雰囲気で着れるんじゃないかなと思います。でもう一つコートも作ってみました。こちらは、ね、とてもシンプルなタイプなんですね。襟ぐりも丸い、ね、ラウンドネックになっているので、いろいろ、ね、インナー回せやすいんじゃないかなと思います。でこうしたシンプルなものからデザイン性のあるものまでね作りやすいタイプになっておりまして、で今回作ったこうした、ね、コートも素敵ですし、あとジャケットとかパンツなんかもね、おすすめになっております。ぜひ、ね、これからの季節に合わせて作っていただけたらと思います。